こんにちは。まずはじめに次の2つの記号の違いをご存知ですか？1つは真っ黒い三角形で、もう1つは中が白くくり抜かれた三角形です。こちらの記号は景気過程で使用し始めるエンルートチャートに記載されておりますし、これが何かも AIP に記載があります。それでは正解発表です。1個目の黒色三角形は義務位置通方点を表しており、2個目は非義務位置通方点でした。1等を大臣に通報すべき航空機は告示した地点において1通報を行わなければなりません。このように国土交通省が航空機の1通報に関する告知でどこで1通報するか名称と地点を一覧で示しておりますし、エンルートチャートにも先ほどのシンボルで示されております。こちらがエンルートチャートの切り抜きです。上が義務位置通報点、下が非義務位置通報点の例です。位置通報は何によって行わなければならないのかというと、施行規則の209条に次のように書かれております。国土交通大臣に1等の通報すべき航空機は景気飛行方式により飛行する航空機にあっては、位置通報点として国土交通大臣が告示した地点において、その他の航空機にあっては管制業務または航空交通情報の提供に関する業務を行う機関が指示した地点において、次の掲げる事項を管制業務または航空交通情報の提供に関する業務を行う機関に通報しなければならないとあります。よって施行規則によって決められているのです。しかし AIP に次のような記載があります。景気飛行方式及び有資格飛行方式により福岡 FIR 内を飛行する航空機は、すべて定められた地点及び要求された地点において所定の方法により位置通報を行わなければならない。ただし管制機関によりレーダーコンタクトを通報された後はレーダーコンタクトロストまたはレーダーサービスターミネイティの通報があるまで、特に指示がない限り位置通報を行わないことができるとあります。つまり航空管制レーダー下にある場合はレーダーでどこにいるのか見えているので位置通報をする必要がないということです。またレーダー管制下にあっても航空交通管制に通報するように求められた場合は通報しなければなりません。次に何を通報すればいいのでしょうか。1、当該航空機の登録記号または無線呼び出し符号。2、当該地点における時刻及び高度。3、次の位置通報点の予定到着時刻。4、予報されない特殊な気象状態。5、その他航空機の航行の安全に影響のある事項となっております。要約すると、どこに何時にどの高度で着いて、次の位置通報点には何時頃に着きそうで、通過時の気象状態や安全面で何か特記すべきことがあったかを、この順番で通報すればいいのです。通報先は今コンタクトしているレーダー、アプローチ、デパーチャーなどです。最後に特に関係ありませんが、3番目の法第97条1項が気になった方のために次のページに添付しておきます。必要な方はビデオを止めてお読みください。以上、義務位置通報点は何によって決められているのかや、どこにあるかを知るための方法をご紹介しました。